リアオリュウは大韓民国、ソウル出身のサッカー選手。韓国代表。ウルサン現代 FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2004年 FC ソウルでサッカー選手としてのキャリアをスタートさせると、芝田叩く間にその才能を開花させ、各年代の代表チームに招集されるようになる。2007年には FIFAU-20 ワールドカップ。2008年には、 北京オリンピックに韓国代表チームの一員として出場。チームとしての成績はかんしくなかったが、李自身はチームの中心選手として活躍した。北京オリンピック終了後は、韓国 A 代表へとコンスタントに招集されるようになり、ユース代表の頃からの国際マッチ経験も重なり、イングランドの複数のクラブから注目を浴びるようになる。そして、 2009から2010シーズンを目前にした2009年8月1日にボルトン・ワンダラーズ FC への移籍が決定。21歳でのプレミアリーグ移籍は韓国人として最年少であった。決して得点能力は高くないがゲームメイキングのセンスに優れ韓国サッカー界ではニューヒーローとして評価されている。2009年1月、イギリスの日韓紙タイムズは 立選手を50人の新生サッカー選手として選定した。2010FIFA ワールドカップにも出場し、グループリーグ第2戦のアルゼンチン戦で W 配発得点を記録。決勝トーナメント1回戦のウルグアイ戦では一時同点に追いつくヘディングシュートを決めた。2011年7月30日のゴブリーグ、所属であるニューポートカウンティ戦でタックルを受けて、 右足の肥骨と頸骨の両方を骨折し、全治9ヶ月の診断を受けた。リーグ戦のほとんどを休場することとなり、ようやく37節に途中出場して、復帰を果たした。2015年1月10日、韓国代表として、AFC アジアカップ2015の初戦をマーン戦に出場したが負傷してしまい、大会を離脱することになった。2015年2月2日、 クリスタルパレスに完全一席。遺跡金は100万ポンドと報じられている。パレス在籍時は38試合出場1ゴール1、アシストの成績であった。2018年6月、契約満了のためチームを退団し、ドイツにブンデスリーガの VFL ボーフムに加入。在籍1年半で35試合出場1ゴール6、アシストを記録した。2020年3月3日、 ウルサン現代 FC に移籍。11年ぶりの母国復帰となった。韓国において中学校を中退しており、兵役義務の要件となる高校卒業を満たしていない。そのため理には兵役義務がない。韓国人プレイヤーでは2002年の日韓ワールドカップ、2012年のロンドン五輪で兵役義務が免除、短縮されたプレイヤー以外で唯一。 兵役義務のない選手である。ありがとうございます。